スラロームはアメリカ合衆国ワシントン州シアトルに登記場の本置屋総合コンサルティング会社。スラローム、LLC の一部門である同社はアメリカ合衆国、カナダ、英国に27のオフィスを展開し約8000人の従業員を雇用している。2013年には4億8000万ドル、2016年には8億10万ドルの 純収益を上げ、2017年には10億ドル規模の会社に成長した。スラローム LLC の前身の会社であるアカウンティングクエスト LLC は1993年に会計及び財務の専門家の派遣会社として設立された。1995年、同社はシアトル事務所を開設し、社名を 2D グリーズ LLC に変更した。 その後、スラロームコンサルティングに名称を変更した同社は、2015年2月に、社名をスラロームに改称し、ロゴも刷新した。スラロームは、2015年、2016年、2017年、2018年度に、フォーブスマガジン、フォーチューンマガジン、コンサルティングマガジン、 グラスドールなど様々なビジネスジャーナル、ニュースサイト、出版物の働きがいのある会社ランキングに選出された。また人権キャンペーンのコーポレートイコオリティインデックスで100点満点にも評価された。スラロームはコンサルティングマガジンで働きがいのあるコンサルティングファームランキングで3位にランクインした。ありがとうございます。